なんかそのためになんか結構みんなで言うじゃないですか。帝都の中で一番ももらってましたね、自分でも分かるぐらい。みんながなんかすごくよ、お客さんがすごくよくしてくれるんですけど、よくしないお客さんもすっげえいっぱいいるんですよ。1ヶ月に3回戻されたことありますね、クレームで。もう半端です。小山成績もいいけどやっぱクレームも多いよね、クレームなくしてねみたいな。だからそういうのも分かるんですよ。クレームする人は、自分がそうやってチップもらってんのとか、なんですか、自分だから遠くまで行くっていう人とかもいるんですよね、持った瞬間に。でそういうのも分かるんでしょうね、こいつムカつくよみたいな。ちょっと寝ていいですか。全然寝ていいです。10分ぐらい、倒しといてください。喋っていいですか。